Tchau. 私事ではありますが私はかつて離婚を経験していますその当時の私はいかに人生を楽しく過ごすかというテーマで生きていましたのでまさに人生がエンターテインメントそのものであるかのようなとても豊じな生活をしていました当時は植木職人として 個人事業を営んでおりましたので、たびたび職人仲間とお酒の席に足を運んだり、寝る間も惜しんで仲間たちと遊んだり、好きな時に好きな食べ物しか食べなかったり、また時間を作ってはバンド仲間と音楽活動をしたりする、そんな予的な遊び人の人生としては、一見、 非常に充実した娯楽の毎日を過ごしていましたまた私も元妻もそれぞれお互いの生き方には干渉せず別々に好き放題な生き方を追い求める状態でしたしかしそんな生き方をしていた私でも名ばかりはクリスチャンでした 幼少期から教会で神様の話を聞いて育ちましたので高校2年生の時に教会でバプテスマを受けてそれ以来安息日にには教会に行くのが習慣となっていましたそしてこんな娯楽人生を歩んでいながらも安息日に教会に行ってさえいれば最後には救われると勝手に思い込んでいました。 そのような私は楽しきかな我が人生これからもずっとこれが続けばいいなぁと本気で思っていましたが芳じな人生には代償がつきものなのです突然私は不治の病である膠原病関節リウマチになってしまったのです瞬く間に、 仕事も遊びも何もできなくなり働き盛りなのに病気で何もできないそんな家族のお荷物状態になってしまったのですそして今までのようにお金を稼ぐことすらできなくなる私は元妻から「私はあなたの面倒を見るつもりはない」と捨てられ 今までの充実していた人生が一転してどん詰まりの人生へと陥っていったのです。しかし神様はこんな私を決してお見捨てにはなられませんでした。私はまず精霊によって今までの自分の生き方が間違っていたことを認めるように導かれそしてすぐに 一人部屋の中でうずくまってそのことを神様に告白して悔い改めました神様私がこのような状態になったのは当然です今までそのような生き方をしてきましたどうぞこんな罪深い私をお許しくださいこの病気になったことを感謝いたしますそして この悔い改めの祈りの後に不思議なことに私の心は温かい思いに満たされました実はこの経験を機に私は予的な娯楽人生に終止符を打つ最大のチャンスを得ることができたのです言い換えれば私はこの時に遊び人の娯楽人生に死ぬ経験をしたのです 病気で健康を失い仕事も失いその結果家庭までも失いましたそして沖縄で自然療法を受けて残りの人生を病気と向かい合って静かに過ごしていこうと決心し元妻と離婚し青春真っ盛りの二人の娘たちとも離れて一人荷物をまとめて沖縄に向かいました しかし神様は、そんな絶望的な状況にある私に対して、今までの罪をお許しくださった証拠として、膠原病関節リウマチからの回復をお与えくださったのです。さらに神様は、私にこう問われるのでした。あなたの罪とあなたの病は私が取り去った。さあ、 あなたは選びなさい。もう一度以前のような娯楽人生を歩むか、それとも私についてくるか。私はこのような人生失敗からの回復を経験していましたので、その時、神様に対して非常に恩義の思いが心に湧き起こっていました。そして、これからの残りの人生を 神様と共に歩もうと決心をしました。そのような私に対して神様は新しい信仰生活のスタートを共に助け合う新しい家族もお与えくださり祝福してくださいました。さてこんな情けない失敗人生でしたので私は自分のことを落ちこぼれクリスチャンであると 公言しておりますそんな私が本音で皆さんにお伝えしたいことがあります。それは神が今、教会信徒、個人個人を徹底的に整え始められたということです。神様は私たちを清めたいのです。清めるためにありとあらゆる方法で、 聖霊を通して皆さんにメッセージを投げかけておられるのですこの清めとは何でしょうか皆さんと共に考えたいと思いますイエスは答えて言われたよくよくあなたに言っておく誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない ここでイエス様は誰でも新しく生まれなければ救われないとはっきり言っておられるのです。なるほど、なんとなくこの意味するところはわかるのですが不思議なことに何かこの聖句に対して心の中から反発する思いが湧き起こってくるのではないでしょうか。なぜなら私たちはなるべく 今のままの状態で救われたいという思いがあるからです。そこでニコデモのようなヘリクツが口から出てくるわけです。ニコデモは言った。人は年を取ってから生まれることがどうしてできますかもう一度母の胎に入って生まれることができましょうかイエス様はこのようなニコデモのヘリクツに対してさらに 具体的な新しく生まれる方法を提示されましたイエスは答えられた「よくよくあなたに言っておく誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない肉から生まれるものは肉であり霊から生まれるものは霊である」ここでキーワードとなるものがあります それは水と霊という言葉です。この水と霊とは何を意味するものなのでしょうか実はこれは2つのバプテスマについて言っているのですえ。えバプテスマって1つしかないでしょうとおっしゃる方もおられるでしょうかおそらくそれは 水の中に入ってまたそこから出てくる沈めのバプテスマのことでしょう確かに私たちは教会生活の初めに沈めのバプテスマを経験しました一昨年私の父もバプテスマを受けました私にとっては人生の中で最も喜ばしいことでしたこの水に入ってそこからまた出てくるという 沈めのバプテスマには本来どのような意味があるのでしょうか多くのクリスチャンはこの沈めのバプテスマはクリスチャンになるための儀式であってこれを行えば教会員になれると理解しているのではないでしょうか確かに沈めのバプテスマをもって私たちはクリスチャンになったと認識します。ししかし このバプテスマの本当の意義は古き自分に死に神との新しき人生を得ることなのです。しかし実際はどうでしょうかかつての娯楽人生の私もそうでしたが古き自分に死に今までの古き人生を継続するという状態になってはいないでしょうか しかし聖書には、沈めのバプテスマの本当の意味について、次のように記されてあります。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った身を、みよ、すべてが新しくなったのである。沈めのバプテスマはまさに新しく生まれる経験の、 入り口なのですしかし実際私たちは古いものは過ぎ去っておらず今でも自分の古き人生を継続している状況なのではないでしょうか。私は17歳でバプティスマを受けましたが病気で娯楽人生がどん詰まるまで22年間の間ずっと と自分の古き人生を継続ししていましたしかもそんな状態でありながらも安息日に教会に行っていればいつか救われるだろうと思っていたわけですこの状態はいわば新しく生まれるための入り口に立ったと思ったらそこから進むのではなくまた振り返って 今来た道を戻っていく状態だったのです。キリストはそのような状態では神の国を受け継ぐことはできないと言われるのです。不信仰な人々が救われないのは啓発されることを選ばないからです。血と肉の意志から生まれた古い性質では神の国を 受け継ぐことはできません。以前の生き方遺伝的な傾向以前の習慣は捨てなければなりません新しく生まれるとは新しい動機新しい好み新しい傾向を持つことです精霊によって新しい命を授かった人は神の性質を受け継ぐものとなり すべての習慣や行いにおいて、キリストとの関係を証明することになるのです。クリスチャンであると主張する人たちが、生まれつきの性格や気質の欠点をすべて残している場合、彼らの立場と世の中の人たちとは何が違うのでしょうか。彼らは、真理を性別する者、 精錬するものとししてて評価していません生まれ変わっていないのです。ここに新しく生まれるとは新しい動機新しい好み新しい傾向を持つこととあります。これこそキリストがニコデモにお話しされた誰でも新しく生まれるという清めの経験なのです。 ししかしここでで注意が必要です。それは私たちが自分で努力して自分の知恵と方法で清められようとしてもそれは全く表面的なもので失敗に終わるということです。それではどのようにすれば私たちは新しく生まれることができるのでしょうか。先ほどキリストはニコデモに「 水と霊とから生まれなければと言われましたが言い換えれば自ら生まれる沈めのバプティスマだけでは私たちのクリスチャンライフは新しく生まれることができないのですしかしここで霊から生まれるという言葉に注目しましょう実はこれがもう一つのバプティスマである 精霊のバプテスマになります私は悔い改めのために水でお前たちにバプテスマを授けているしかし私の後から来る人は私よりも力のある方で私はその靴を脱がせてあげる値打ちもないこの方は精霊と人によってお前たちにバプテスマをお授けになるであろう バプテスマのヨハネは、キリストのことを聖霊と人によってバプテスマをお授けになる方であると説明していますが、皆さんはこの聖霊のバプテスマを受けたことがあるでしょうかえそんなバプテスマなんて教会で見たことないけどとおっしゃる方もおられるでしょうかこれは教会で 儀式としてなされるものではありませんこれはあくまで個人的な経験のことなのですしかし多くのクリスチャンが沈めのバプテスマは知っていてもこの聖霊のバプテスマについてはその存在すら聞いたことがない場合が多々ありますヒトギ殿19章にもヨハネの沈めのバプテスマしか知らなかった 弟子たちが登場します彼らは大祭司キリストだけがお与えになられる助け主精霊に関する知識がありませんでしたアポロがコリントにいた時パウロは奥地を通ってエペソに来たそしてある弟子たちに出会って彼らにあなた方は信仰に入った時に 聖霊を受けたのかと尋ねたところ、い,いえ、聖霊なるものがあることさえ聞いたことがありません。と答えた。では、誰の名によってバプテスマを受けたのかと彼が聞くと、彼らはヨハネの名によるバプテスマを受けました。と答えた。そこでパウルが言った。ヨハネは悔い改めのバプテスマを授けたが、 それによって自分の後に来る方すなわちイエスを信じるように人々に進めたのである人々はこれを聞いて主イエスの名によるバプテスマを受けた彼らはパウロから沈めのバプテスマだけでなく主イエスの名によるバプテスマすなわち精霊のバプテスマについて 強理的な説明を受けましたパウロは十字架の犠牲としてのイエス・キリストだけではなく昇天後の大祭司イエス・キリストと助け主聖霊のお働きについて彼らに教えましたさてこの弟子たちが新しく知ることとなった聖霊のバプテスマは別名「火のバプテスマ」 とも言われていますなぜそのように呼ばれているのでしょうかここでイザヤ書4章の3節から4節を開いていただけるでしょうか公語訳聖書ではこの聖句が語訳となっていますのでここは新京大訳聖書で開きたいと思いますそしてシオンの残りのものエルサレムの残されたものは 聖なるものと呼ばれる。彼らはすべてエルサレムで命を得るものとして書き記されている。主は必ず裁きの霊と焼き尽くす霊を持ってシオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの血をその中からすすぎ清めてくださる。この 焼き尽くす礼をもってシオンの娘たちの汚れを洗いという部分が精霊のバプテスマになりますつまりシオンの残りのものエルサレムの残されたもの聖なるものと呼ばれる者たちはこの焼き尽くす礼によって貧乏の汚れが洗い清められなければならないのです 実は私たちがいつまでも罪に属する古い自分の状態から変われない理由は私たちがこの焼き尽くす霊を望まずまたそれを拒んで受け入れていない状態にもかかわらず自分の方法や努力によって新しい自分を今の自分に継ぎはぎしようとするからなのです。 継ぎはぎされた宗教は神には少しの価値もない。神は心を全部要求なされ。先天的・後天的悪への傾向を発達させるために残す部分があってはならない。荒々しく激しく自尊心が強すぎ、利己的で自分の利益しか考えないものが他人には無我を期待しすぎることは 自分の利益に気を配りながら他人は利己的にならないように熱心になることでありこうしたことは神が意味嫌われる宗教である多くの人々は毎日まさにそのような経験をするがそれはキリストのご品性を間違って見せることである果たして私たちは本当に古き自分を 精霊によって焼き尽くしていただきたいでしょうか正直、もう少し先延ばしをしたくはないでしょうかもし古き自分を焼き尽くされたら、今の自分の楽しみがすべて失われて、何の楽しみもない、つまらない人生になると心配していないでしょうか 私が娯楽人生を送っていた時から現在に至るまで何を失ったでしょうか。楽しい気の合う仲間たち。テレビゲームやスマホゲーム。お笑いテレビや映画などのエンターテインメント。バンドなどの音楽活動。サーフィンやスケートボードなどの楽しいスポーツ。私はこれらのものすべて神の摂理のうちに 失うことになりましたが、今現在、人生を何の楽しみもない、つまらないものだとは、全く考えていません。なぜなら、それに変わるさらに良いものがたくさん与えられ、さらに価値がある良いものを知ったからです。そのさらに良いものとは何でしょうかそれは、新しく生まれることによって得た、 神との関係性。同じ経験をした兄弟姉妹との出会い。そして自分のためではなく、神と人とのために生きるという新しい人生です。私が全く人が変わってしまったというのは、昔の娯楽人生の私を知る当時の人たちならば、誰でも認めるところです。中には、 昔の私の方が面白くて楽しかったと思う人もいますそのような人は自然と私から離れていきましたしかし私は全く寂しいとは思いませんなぜならそれ以上に新しい出会いがあるからです特に沖縄で出会った兄弟姉妹は私にとって天国の家族のように 大切な人たちですこのように新しく生まれる経験は全く人が変わるという証拠が見られるのですしかし新しく生まれる経験は一度生まれ変わればそれでもう安心できるわけではありませんそれは毎日祈りと忍耐のうちに生まれ変わらなければならないことでもあります それは一生かかる大事業になるかもしれません。それでも諦めずに、神に魂の清めを祈り求めるとき、神は喜んでそれを手伝ってくださいます。そして私たちは、この品性の清めの経験に預かることによって、ちょっとした自分の心の動きにも非常に敏感になります。そのことを 悔い改めが深くなると言います。私も娯楽人生に一度死にましたが、それ以降、毎日毎朝、新しく生まれるために、精霊のバプテスマを神に祈り求めています。神様、私はいつまた精霊に焼き尽くされた古き自分が復活して、頭をもたげるかわかりません。 それがとても怖いです。なぜなら私はとても信仰の薄いものだからです。どうぞこんな私を憐れんでくださってお許しください。そして今日一日、精霊の感化によって罪を選ぶことがないようにお助けください。このような祈りは正直変わりたくない とといいう自分の古い性質と苦闘すする祈りりになりますしかしこの苦闘こそ新しく生まれるために絶対に必要な経験になるのですそれゆえ神はこの苦闘に勝利する助け出として見つかりを送ってくださるのですしかしいつまでも古い性質に固執して そのままの状態で救われることに固執するならばその人は新しく生まれる機会を永遠に失う危険性があるのですある人々はこの苦闘と祈りに加わらないのを私は見た彼らは不注意で無関心なように見えた彼らは周りの暗黒に抵抗しようとしなかったので 暗黒が厚い雲のように彼らを囲んだ。神の天使たちはこの人々を去って熱心に祈っている人々を助けに行った。悪天使たちに抵抗するために全力を挙げて戦い忍耐強く神を呼び求めて努力しているすべての者のを助けるために神の天使たちが急いでいくのを私は見た。 しかし神の天使たちは自らを助けようと努力しない人々を去ったそして私は彼らを見失ってしまったある者はこの率直な証しを聞くに耐えない彼らはそれに反対して立ち上がるそしてこれが神の民の間にふるいが行われる原因となるのである 冒頭で私が皆さんにお伝えしたいことがあると言いましたがそれは神が今教会信徒個人個人を徹底的に整え始められたという事実です。今回お話しした苦闘の祈りに私たちがすぐに取り組むかどうかがもしかしたら神様によって品性を 整えられる最後のチャンスとなるかもしれないのです。なぜなら神は私たちに今までそのための時間を十分にお与えくださったからです。それでも私たちは自分の古い生き方をずっと継続しながら教会生活を続けてきました。私が22年間も娯楽人生のクリスチャンを 継続してきたのと同じですしかし神は私が病に倒れることをお許しになられました同じく神は私たちを徹底的に整える機会とするためにコロナ禍が起こることをお許しになられたのだと私は信じています私はコロナ禍にあって 教会活動ができなくなりましたが個人的に神との交わりの時をたくさん持つことができるようになりましたそこで私が経験したことは何だったでしょうかそれはかつてなかったほどに自分の弱さと罪深さを思い知ることとなったのですあまりにそれが一気に押し寄せてきたのですべて投げ捨てて 逃げ出したたくなるる衝動を覚えることもありましたしかし神はこの私の苦闘の祈りに応えてくださり約束通り見つかりの助けを送ってくださいました皆さん私はダニエル書と黙示録の予言の研究もしておりますがどうやら先延ばしをする時間はほとんど残されていないようです。 コロナによるパンデミックの背後で、目示録17章に予言されている、新世界秩序の準備が非常に活発化しています。ローマ教皇は、人類は宗教を超えて、自分たちの地球環境の解決のために一致すべきであると訴えます。聞いたところ、素晴らしいメッセージに聞こえますが、 神は気候変動が理由で人類を罰するお方でしょうかノアの洪水は気候変動が理由で起きたのでしょうかソドムの町は環境問題で滅んだのでしょうかそうではなく人間が自分の罪に無関心であり続けることが神の刑罰となるのです。 これらのローマ教皇の主張はすべて新世界秩序のための大義名分になります。そしてこれらの準備ができ次第、ダニエル書12章やマタイ24章に予言されている荒らす憎むべきものである日曜日を神聖な日とする法令を全世界に打ち立てる時が来るのです。 皆さん、これが何を意味するかお分かりになられるでしょうかいよいよ神の裁きが私たち一人一人に及ぶ時が非常に近いということです古き自分の生き方を捨て去ることを先延ばしするような時間はほとんど残されていないのです大審判が開かれていて それはしばらく前から続いている。主は今、聖女とそこで礼拝している人々を測りなさいと言われる。あなたが仕事で道を歩いているとき、神があなたを測っておられることを覚えなさい。あなたが家事に従事しているときも、誰かと会話しているときにも、神はあなたを測っておられるのである。 芸術家によって磨かれた観光版の上に顔が再現されるようにあなたの言葉や行動が天の書に移されていることを覚えなさい最後の日に立つことができるものを調べるために聖女とそこで礼拝している人々を図る継続的な働きがここにある固く立つ人々は 我々の主と救い主イエス・キリストの王国に確実に入るのである。我々が働くとき、我々の精神を見守っているお方がおられることを覚えなさい。我々は救い主を我々の日常生活に、また通常の働きや家庭の働きの中に迎えようではないか。そのとき、 我々は神の皆により必要ではないものすべての噂話や無益な訪問などすべてのものを置き去りにして生ける神のしもべとして自分を捧げたいと願うのである自分を捧げたいと願う人ならば決して今のままで救われることを願い求めなくなるはずです それゆえ今、私たちは自分の心を探って、まだ今までの古き自分が残っているならば、その解決として、助け主精霊によって、それを焼き尽くしていただくように、神に祈り求めたいと思います。神は必ずその祈りに喜んでお答えくださるはずです。そして私たちは、 毎朝、聖霊のバプテスマを祈り求め、その日一日分与えられる品性の清めの証を集めつつ、神の裁きに備えていきたいと思います。それでは、一言お祈りをさせていただきます。愛する御在天のお父様、あなた様は、 私たちのためにご自分のすべてを注ぎ出してくださったにもかかわらず私たちはいまだ古き自分を出し惜しみしそしてそのような生き方を継続したいという弱さがありますどうぞこのような信仰の薄い私たちをお許しくださるようお願いいたします今回「聖霊のバプテスマについて 学ぶことができましたどうぞこの焼き尽くす霊によって私たちは古き自分をあなた様に差し出したいと思いますのでこれらを焼き尽くして新しく生まれる経験をお与えくださるようお願いいたします今私たち一人一人を徹底的にあなた様を清めるそのようなお働きを開始されておられます どうぞこのコロナ禍にあってお一人お一人が神との出会いを経験しそしてあなた様のご計画に従ってあなた様が望まれる状態へと作り変えられていきますようにどうぞお導きお助けくださいこの学びを閉じるにあたり救い主イエス・キリストのお名前を通して見舞いにお捧げいたしますアーメン。